違う違う、あのさ、やっぱさ、運動神経悪い人はどこまでも運動神経悪いじゃない。まあまあそうですね。あ、絵心みたいな感じか。そう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 、はい、まあ、運動神経っていうところでいくと歌神経みたいな。うんうんうん、いくよ。なんだっけ。 Hey you understand、 ここはニコ生アンダーグラウンド、働きに母ちゃんサンス、全然金がないか。 OK、 Hey you、 Hey you understand、 ここはニコ生アンダーグラウンド、働きに母ちゃんサンス、全然金がない。親のすべてを。じゃあなんかさ、大石くんが歌ってるとさ、この歌詞でもかっこいいけど、俺が歌ったらなんかすげえさ。やろやろ、俺今やってみよう。どれぐらいなんか。じゃあやりますやりますやりますよ。じゃあワン、ツー、サン、ハイ。 Hey you understand、 ここはニコ生アンダーグラウンド、働きに母ちゃんさん、全然金がない。なんか微妙じゃない。いやいいじゃん、俺の貧困の歌みたいになっちゃってるじゃん。大丈夫これ。あ、じゃあこの今のニートとサンクスを、はい、あの働け、はい、ニート、母ちゃん、はい、サンクス、あ、それの方がいいですね。でコール&レスポンスが実際、それだったら帰ってくるわ。実際会ったらどんな感じになるかっていうのをやってみましょうか。はい、わかりました。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、サン、ハイ。 Hey you understand、 ここはニコ生アンダーグラウンド、働け、ニート、母ちゃん、サンクス、全然金がない。おー、こういう感じね。で、これがコールアンドレスポンス。俺はこれ音楽さんでやるんですか。そうそう、働け母ちゃん。あ、でもそんぐらいめちゃくちゃの方がいいよ。 俺的にはやっぱ気合入りますわ、うん、これがコールアンドレスポンス、はい、仮になかったバージョンやってみようか。 なかったバージョン、いくよ。ワン、ツー、サン、ハイ。 Hey you understand、 ここはニコ生アンダーグラウンド、働け母ちゃん、全然金がない。やばいじゃねえかこれ。おい、うちの母さん今仕事辞めて大変なんだぞ今。マジで心に刺さるぞ、悪い方向で。誰やこの歌詞考えたやつ。ちょっとちゃんとこれ言ってくれないと困りますよマジで。本当にコール&レスポンスの大切さを今身に染みて分かりましたね。マジでやばいから、これなかったら。思うんですけど、ね、僕ね、一個だけ、うん、自分の好きな歌の特徴があって、はい、なんか後半一個キー上がるみたいなあるじゃないですか。あれなんて言うんだっけ、転調、転調。俺あれめっちゃ好きなんですよ。おうおう、転調したい、うん、ここで。いや、それめちゃくちゃ言うねん。なんとか頼みませんか。ちょっと転調入れたいんですよね。これだ、でもさ、ミスチルとかさ、あれ超かっこいいじゃん。わかるわかるけど、転調俺好きなんです。試しにやるよ、はい、あのじゃあ2番のサビ前で転調するっていうのを、はい、じゃあ一回やってみるね。一回やってみるね。え、そんなことできる。だけどイン待って。だけどインターネット疲労、笑顔だんだんあふだふれ出して、やがて世界を巻き込んで、ジャスハンマー神子ら、ジャスハンマーハンマーカンマーレッツゴー。それヒーロー、勇気パーリーラクーラー、それそれそれ好き、俺めっちゃ好きなのそれ。めっちゃ好きそれ。そういうことだよね。それで俺好きなんですよ。これはめっちゃそれ好きなの俺。ほら、あのかっこいいっていう意見と1割方いらんっていう意見ありますけど。それいいじゃん。これだ、でもさ、最後がいいか。最後がいいね。最後にしようよ。あれいい、すげえいいよ今の。で2番の歌詞確定させて、はい、その後に、一番最後ね。最後にそのそれそれ。スカイレー天井がけ。俺行こうね。友情。いいじゃん、いいじゃん、うん、友情いいっす。友情で、あのもう一個、あのヒーローって出てくるんですけど、ここは、うん、愛情。友情と愛情。あ、いいっすね、うん、ちょっと韻踏んでる感じがかっこいい。友情なんちゃたららちゃなななにね、感じかっこいいな。友情努力。友情努力。あ、もういや、そう、努力勝利友情っていうこのジャンプワードにするっていうね。人情はちょっとちょっとなんかまた人情。確かに愛情より人情かもしんないっすね。あ、じゃあ人情にしようか。そう、友情と人情。友情と人情、うん、いや俺たち仁義通すね。仁義通しましょうよ。さすがですよそこはね。友情努力ちぎり暴力。いいけど、いいけど、それそっからなんかかっこ
何あれ繋がるの絶対繋がらない繋がんないですよね完全に母親に DV してますね人情ルルル燃やせ熱き魂あいいね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 わヒーローっぽくなってきた大石キャットのランバーだってなんだよ大石何それ何その新しい俺の知らない単語興味出てきてたよランバーだにランバーだでここでそのインタールードというかギターソロのところでチャー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 ラチャーってなるいいね人情燃や人情燃やせ熱き魂かっこいい大石加藤のランバダちょっとあ南米の音楽にあるんだそうランバダすげえいいじゃないですかじゃあで、うん、そのままその、うん、その熱い南米の魂が宿った、うん、もあのイントロっていうか、うん、感想が入ってその後あ、やばいそれそれヒーローってまた熱くなっていくみたいな あ、いいじゃんそれ最高ですねこれできました友情努力&ビクトリー、うん、ドラゴンファンタジー、うん、人情燃やせ熱き魂大石加藤のランバーだこれでやりましょうかね、はい友情努力&ビクトリードラゴンファンタジー人情あ燃やせ熱き魂大石加藤のランバーだかっけかっこいいランバダしっくりきますねしっくりくるけど何のこっちゃよくわからないんだよねこれはでも大丈夫ですよだって一番もう大石加藤のダイナマイトだからもう何のこっちゃわかんないから全然決まってますよねリクエストばっかり申し訳ないですけど、はい、すっごい流れてるのに一瞬ピタッて止まるみたいな、はい、あれかっこよくないですかわかるわかるなんか、うん、ガーッて流れてるのにスッて止まって、はい、うわって始まるみたいなああなるほどね、分かるよあれなブレイクっていうのブレイクっていうんだ、ね、あれ超かっこいいよねこれどこでブレイク入れるかだよねその静かサビみたいなのもブレイクとも呼ぶし、はい、例えばその静かに「ヒーロー勇気パワー」「なるほど」「ドラゴンエネルギー」「ヒーロー」かっこいいなそれこれもあの一応そのスッと抜く感じにはなるけども多分純ちゃんが言ってるのは、はいそういう FX が欲しいってことでしょそれまさにそれだよ、ね、よくわかりましたね僕らは分かった分かったすごいもう心の中見られたみたいな感じそれで最後サビは、はい、そのまあ、リバースシンバルっていうんだけど、はい、そういうのを入れて、はい、シュワーッてサビに入っていくみたいなめっちゃかっこいい OK そうしましょう、はい、あここにシャウトマン入れてもいいよシュワーッて確かにね多分手伝ってくれますよあいいね彼だったらいい、ね、で